ちょっと待って。課金しようかな。まあまあ。俺は、お布施があるから、やっぱ。課金！え、ちょっと待って、これ。え、これ試着できない？あ、あ、これそういう感じ？あ、これアクセサリー扱いなんだ。なるほどね。あー、新しいね、アクセ扱いは。まあ、とりあえず買っとくか。いや、新しいけどなー、これ。これあるか？もしかして。近々、あるね、これは。つけとくか。まあ、未だ見たことないけど、未だ見たことないけど、そろそろ出てきてもおかしくないよね。いや、あるかもな。見たことはないが。え、でもさ、アクセサリー扱いなの結構いいかもね。やばい、俺さ、そんなに悪くないなって思っちゃってるわ、俺。俺、やっぱ好きなんだな。分かれてる髪型が。マジでこれも、いや、悪くないねって思ってる俺がいるんだよね、ここに。え、そうだよね、なんか、結構さ、違和感ないよな。実際。確かに、後ろ姿やばいな。後ろ姿はやばいかも。横と前はあんまり違和感ないけど、後ろはちょっとやばいね。やばい。可愛くない？やっぱ髪の毛は長ければ長いほどいいから、俺の価値観だと。これポーズが可愛いだけか？これポーズにごまかされてるだけの可能性あるけど、実際。後ろ姿がちょっとやばいな。後ろ姿はマジでギャグって感じ。まあでもなんかちょっと浮いてるの違和感あるな。うわ、ちょっと待って、思ったよりも違和感あるな、浮いてるの。ねえ、浮いてるの気になるよね。あれ、思ってたより、違和感あるな。あ、でも、遠目だといいね。遠目だといいかも。で、近いと、ちょっと微妙だね。あれ？あ、これ違う髪型か。マジでバカみたいだな、これ。でも、ありだね。なんか縦ロールみたいじゃない？パッと見の印象が、縦ロールっぽい印象に感じる。これ悪くないな。一見、マジでいいんだけど、よく考えると何これとはなるんだけど、これはいいね。これ悪くないかも。そう、ちょ、真面目に考え始めるとちょっとおかしいけど、これはね、悪くないわ。あれに見えるよね。4個ついてるんじゃなくて、すごいでかい髪の毛の、その分けた草に見えるから、一つに見えるよね、これだと。悪くないなぁ。
いや、こっちも悪くないわ。いや、悪くないよね。こっちも悪くないけどな。あ、これいいね、かなり。あのツインテール時代がウェーブがかかってるから、そのサイドの部分もウェーブかかってるのかなりマッチしてていいね。後ろにお団子ついてる。これお団子いらんって。気がつかんかった。お団子ついてんのはちょっと意味わかんないか。確かに、どんだけ髪の毛多いんだよって話にはなるけど、お団子いらんかったな、これ。まあ、これはちょっとわけわかんないじゃんね。さすがにこれは意味不明すぎる。これはなし。今んとここれがかなり違和感ないな、正直。まあ、一旦ちょっとこれにしとこうかな。ちょ、わかんねえ。カットシーンとかになったらね、イメージ変わるかもしんないけど。いやでも、ちょっと待って、俺はね、わかんないわ。ちょっとね、感覚麻痺してるから、俺。ツインテールに関する感覚が。あ、違和感ないんじゃない？あ、透明だとマジで、わかんないね。マジでわかんない、多分。つまり意志の化粧。まだ評価するの早いよ。もうちょっと、長い期間で見ていこう。強い意志が作用し、物質化したもの、それがイマジンシードじゃ。ここまでは良いな。一旦アステルリーズに戻るぞ。危険な場所に長いは無用じゃからな。ちょっと揺れた時怪しいな。ちょっと挙動、あのさ、そう、揺れ方が動機が取れてないじゃん。揺れた時ちょっと怪しいな。アステルリーズの自称トップ冒険。ああ、いいね。止まってる時いいよ。止まってる時かなり違和感ない。いや、ツインテールは揺れてなんぼなんだけど、これ偽装ツインテールだから、ちょっとまずいかも、揺れると。バレる。少々うざったいが、あやつはアステルリーズにいる。あ、めっちゃいいね、この角度。ここであったのは運が良かったかもしれん。髪長ければ長いほどいいから。めっちゃ長い髪あったら金髪バージョンのキャラも作りたかったんだけどね。金髪キャラはさすがにロングにしたい。早速ジェイクに会いに開拓局へ行くぞ。